ハルコムラジオ。めんどくさいです。でも頑張ります。はい、こんにちは。英雄伝説ゼロの奇跡エボリューションでティオプラットを演じている水橋かおりです。ティオちゃん、今日の頭の声すげえ可愛かったです。こんにちは、JDK バンドの小寺佳代子です。はい。ちょっとブレてるティオ。あれこんなんじゃなかったよね。あれっていう。まあそんな80回もやったらブレることもあるわな。ハルコムラジオ80回目の放送が始まりました。この番組ではゼロの奇跡エボリューションやイエスセルセタの樹海などなど続々発売されていくファルコム作品について熱く語る番組です。はい、毎回ゲームや OVA のキャストをお招きして裏話を聞いています。前回に引き続きというか、はい、3回目、はい、あれですね、こうコーナーがいろいろリニューアルしてゲストが3回来てくれるよっていう3回目ですね、うんうん、セルゲイローさん、はい、いらしてくださいますので、はい、いろいろ聞いていきたいと思います。石塚雲翔さん、はい、登場でございます、ね、はい、もうちょっと深くぐんと迫っていきたいと思います、うんうん、はい、お楽しみに。楽しみに。そして今回は4月最後の放送です。そうだわ。ということで MVL、 お、何の略だったかもう忘れちゃった。なんだっけとにかくお前よかったぜっていう、ね、そういうことね、うんうんうん、お前よかったよ賞を決めます。はい、じゃあ早速なんかね、この番組前回いつ何回か前に、うん、7月まで延長することは決まったよって言ったら、あ、言ったね、なんか、うん、不穏な流れになっていて、なんかね、何不穏な、ごめん、勘違いされてるの、うん、いろんな勘違いをされてる、うん、まあ早速その勘違い1、はい、ラジオネームロイドに近いリア充さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。次のゲスト決まってないということはラジオの終わりを告げていますか。どうなんですか。あとね、ラジオネーム、うん、その昔ハガキ職人だった人さんからいただきました。77回で7月で終わるという疑惑が浮上して非常に変な汗をかいてしまったので思わずメールをしました。おおいや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 、変な汗出るよね。終わるじゃん、7月まで伸びたよってその間にまた伸びるかもしれない。そうよね、終わるっていう、伸びるっていう言い方だって、ね、伸びたんだよ、そこまではやれますよっていう、うん、絶対にねっていう、うんうん、ちょっとみんな終わる、終わるわ、7月に終わるわみたいな、まあ、ものは言いようだけど恐ろしいです ね、 ね、噂話というのはこういう形で広まっていくのだということがよくわかるっていう、うん、まあでもみんなあれだね、いろいろね思ってくれてるんですね、ありがとう。でも誤解だよ、誤解だよ、超誤解だよ。7月までは延長した決まったよって、そうそう、その先は知らないけどな、そうそうそう、知らないだけです。そう、ね、何がお前らの身に起こるかは保証はしないぜ、わからないっていうことを言われたんだけど、そうそうそう、でもまあ一応7月までやっていいけど、うん、っていう、そうそうそうそんな言い方じゃなかった、もうちょっといい言い方でしたけど、まあまあみんなそんな大丈夫だよ、ね、そう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 、わかんない、先のことはわかんないからね、そうそう、今を謳歌しようぜ今切なね。ということで、はいはい、じゃあなんかこう切なメールも読んでみようかな、うん、お、うんと、ゲーム10時間を目指すけどできない受験生さん、ちょっと前まで中学生さんだったよね、あ、名前変えたって、あそっかそっか皆さんこんにちは、本日をもってゲーム時間10時間を目指す中学生からゲーム時間10時間を目指すけどできない受験生に改名させていただきました。はい、お疲れ様です。ついに今年で受験生です。もしよければ、もしよければ、もしよければこんな僕にエールを送ってほしいです。うんうん。あ、ずっと勝手に女の子だと思ってた。ごめん。あ、男の子だった。僕かもしんないね。あ、僕かもかもしんないね。うん、それいいね。あと、ハルコムラジオもっと続けてほしいです。ごめん、そんなこと言ってるんだ。やれば、ね、そういうことになってる。嬉しい。何をもうちょっと。やめてやるもんか。うん、言ってくれるのは嬉しいよ。ね、勝手になんかやめることになっちゃって面白いんですけど。うん、いや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 。やエールを送ってください。やめねえよおめえもやめんなよ、おめえもやめんなよ。やめないよ。頑張って。俺らもやめないからな。うん、っていうことです。決してそこで終わりだぜとは言われていない。そう、終わりだぜってわけではない。わかりません。ね。何もかもがわかりません。何があるかわかんないですからね。一寸先は闇です、ね。そう、世の中そんなもんです。ね。ということで、じゃあ、ね。一寸先は闇の、はい、このコーナーに。やってみましょうか。はい。水さんタイトルコールお願いします。出発特務支援コーン。あー、一寸先が闇な感じだはい、このコーナーはリスナーの皆さんから支援要請をいただいて、番組の特務支援課見習いの2人がその要請に応えていく出発特務支援課です。それでは支援課見習いの2人に登場してもらいましょう。今回は
ゴールデンウィークの有意義な使い方を言いながらの登場だっていいんじゃないこれ、ね、ためになる、ためになるかな、どうか分かりませんが、うん、それでは登場してもらいましょう。3、2、1、どうぞ。はい、ひたすら寝る特務支援課見習い浜本しおりです。決まってますよ、僕の誕生日を祝う特務支援課見習い金沙和珠です。あ、そうなんのね。僕5月5日生まれなんです。そうだね、そうだったかもね。子供の日です。あ、そうだ言ってたよね。いつまでたってもチルドやん。それは分かんない、それは分かんない。私もでも多分ね、寝るね。ですよね。なんだろうね。私思うんだけどさ、うん、ゴールデンウィークせめて病院か役所が空いてたら、そこにね、そうですね。例えばなんかこう、ね、健康診断行くとか、お役所のいろいろなもの溜まってんのに片付けるとかできるんだけど、全部閉まっちゃうじゃない？それはみんな休みたいからね。全部閉まってしまうから、どうしたらいいものやらといつも思うのですよ。ね、こうゴールデンウィークに限らずね、なんかこう、ぽっかり空いた3日ぐらいの休みとか、ね、どうするの？何もしたらいいみたいな。っていうネタだけみたいな。一回体調悪くなる。どうしたらいいんだろうって。妙にだるく終わる。ゲームをやろう。うん。それいいんじゃないか。そうだ。ゲームをやろう。標語ができましたね。ゴールデンウィークネタで引っ張っちゃいましたけど、いきますよ、うん、じゃあ、支援要請ね。うん、今回はですね、はい。無骨な武器を装備したキャラの絵を描いてみよう、描いてみようってラジオやんかっていうね、ツッコミが聞こえてくるよ。見えねえよ。はい、これまあね、うん、クロスベル警備隊の訓練兵でいいのかな、候補生予定者さん。長いな。いただいたメールがこちらにあります。はい、これまあいただいた時点でですね、3月30日に陸上自衛隊に着隊するのですが、ってことはもうしてるんだね今頃ね。毎週聞いていたのですが、しばらく多分3ヶ月ぐらいラジオが聞けません。あら、お供に PSP と空とゼロシリーズを持って行って頑張りますということで、はい、でいつかの日にアーカイブで聞いた時、このメッセージが読まれていることを願っています。うん、読まれたよ、うん、読まれましたよ。そして新妖精、うん、空やゼロ青は武器や防具を文字でしか感じ取れないんですが、はい、そんな武骨な武器防具を装備したキャラたちの絵を描いてもらいたいんです。だって本職から、そうだよね。本職にずれがないようにしないといけないわね。まあでもそれをじゃあ2人に書いてもらったっていうことよね。はい。はい。じゃあどちらから。あ、じゃあ僕からいきますか。ダメな方は後じゃない。ダメじゃない。いや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 。あの塩さん。なんかリアリティをやはりその追求してねばならんのかっていうのと、はいはい、あのキャラクターに指定がなかったのもので、あ、そうか、そうだね、そう、に、そうだね、似つかわしくないキャラクターに似つかわしくない武器を合わせてきたんですが、いいじゃないですか。しおりんから言ってみる、そういうの、うん、よろしいでしょうか。はい、じゃあしおりんの武器お装備したキャラお願いします。いけます。はい、じゃん、たーだん。かわいい、これかわいいですか、かわいいか、なんかリアルミッシーじゃん。すげえ気持ち悪い。え、なんでなんで、面白いじゃん。天使の長いミッシー。これなんて言ったらいいんだろうかね。リーシャさんの、うん、あーポーズ、ポーズも真似てるんですけど、あの、武器、はい、武器ね。お尻アピールしてる。そう、お尻がプリッとしてるこの感じを描きたくて。あとタペストリーでこういうリーシャいた。そうそうそう、それがまんまミッシーになってる。そう、それです。君うまいな。いやいや、ね、なんか、そして武器は、武器はヤタガラスだと思うんですけど、リーシャさんがこう普段持ってる、はい、先端だけなんかこう、はいはいはい、斧の先みたいになってる、はいはい、あの切れそうな、うん。いいじゃないですかこれ。ギャップを目指してみました。怖い、これで追っかけられたらちょっと泣く泣くね、夢に出てきそうでした。足が狂気だね、すごい長いですから、ね、美脚美脚、うん、あ、でも私意外と好きだね。キモカワな感じだね、キモカワ目がつぶらね、かわいいと思う、つぶらな感じ、すんげえ残念な感じだ。ちゃんとおっぱいない代わりにお腹を出してみたんですけど、ちゃんと意味ない。そうなの。なるほどね。まあ、猫のおっぱい、その辺にもあるけども。そう、おっぱいっていうか。
いや上手だ。これちょっと後でね、はい、ホームページかなんか載っけて見ていただきたい、はい、色もねぜひ見ていただきたい感じの、うん、はい、動きもすごく細かく書き込まれてて、はい、いいと思います。じゃあ続いて真打ちいきますか、うん、はい、今回僕結構気合い入れて書きましたよ。おガチ君なんかいきます。イラスト系ってこうダン。うわちょっと勘違いしたのが、僕は武骨な武器じゃなくて、愛の戦士リアルをいっぱい書いてって書いてあったんですよ。ミシェルのシェの字がつに限りなく近い。見てる、ね、見てるんだって。ちょっといろいろ突っ込みどころがあるんですけど、どっから切り込んでいったらいいですかね。どっから武器的には、まず一番嫌なとこから言おうか。一番嫌なところ。一番嫌なところって。私は腹筋が割れてる、ね。私もです。胸筋が。ここ、隙間から。そんなに書き込まなくていいよ、袋の隙間からすごい、こう、なんか線、マジックで引いたみたいな、ね。おっぱいが。あるね。胸筋。何これ。おっぱいじゃない、胸筋。ほんで、なんで両手に。武器的にはスタンハルバードと、うん、ダドリーさんが持ってる銃っていう。うん、すっげえ欲張っちゃったよね、ミシェルさんがね、うん。ミシェルさんは何でもできるぞっていう。そう。今時、小一でももうちょっと絵うまいよ。これ嘘。そのバックにこうなんか斜線がカラフルに引いてあるのは何を表してんの？うん、美しさ。すごいレゲエな色してますけどね。確かに。これでもなんかこう顔が無表情なのなんかシリアルキラーっぽい。嘘。ちょっと笑ってる感じを出すんですよ。笑ってないでしょ。目が死んでるよなんか。ちょっと怖いわ。あ、またため息だぞ、ね、うわ立体感全くないっていうのが、ね、これ、ね、れぜひ上げてホームページで見ていただいてさあじゃあキヨさんこの支援要請とその要請に応えた2人、はい、判定やいかに。キモカワです。キモカワでしたね。まあ一言で言うとキモカワやね。いやいやガチ君指差してるけど差し寄りあんたでしょ、うん、そう褒め言葉になってるキモカワとはまあ込めてないキモカワ、うん、どっちもあるね、意味合いが、ね、足長いからだよしおりの。ごめんよ。いやこれねぜひちょっと、いやでもうまい、ね、うまい見ていただきたい。お尻もすっごい描きたかった。うまいですよ。ペッとしてる。うまいや結構許されるんだなキモカワもってなんかねことなんだなっていうね。やった。でちょっと面白かった。ちょっとね、また見たいですこういう。うんうん。はい、ということでまたたくさん支援要請などねいただいてるんですけど、まだまだお待ちしております。面白い支援要請送ってきてください。以上出発特務試練課でした。取り調べ室。セルゲイ課長、こんな時間に一人でお料理ですか？なんだ、まだいたのか、ティオ。あれ、この器、これってコッペに餌をあげる時のニャンダフルプレートじゃないですか。課長、もしかしてコッペの餌を？まあ、ちょうど空き時間があったんでな。お前たちが支援要請でビルにいない間、時々俺が世話してやってるんだが。なんだ、そのニヤついた顔は。おお、課長、そんな一面があったんですね。くせえ、余計なことを喋っちまったか。おい、とりあえず、このことはランディンだけは言うなよ。あいつのことだ。断るごとに俺をからかってきそうだしな。まあそれは構いませんが、その代わり、その代わり、その代わりミッシーお休みセットを一つお願いします。が、俺と取引するつもりか。行きます。はい。仕事以外で今熱中していることは。若いお姉さん。カットカット。この番組への登場は1年ぶり、はい、この1年で変化したことありますか？たっぷりした、うん、2分だけならゲームの話題以外喋っていいですよと言われたら何の話をしますか？ゴルフ。いやだな。特技の欄に勝山弁、勝山弁でいいでしょうか？勝山弁とあります。福井県勝山市についてざっくり教えてください。恐竜。
素朴な疑問ですが、子供の頃の雲尚さんってどんなお子さんでしたか？てれや。さあ、ということで3週目でございます。東京の取り調べ室、今回取り調べるのはゼロの奇跡エボリューションでセルゲイ・ロー課長を演じていらっしゃる石塚雲尚さんです。こんにちは、石塚雲尚でございます。石塚もよろしくお願いします。お願いします。はい。だからピッチャーダメだって言ってるでしょ。どうして僕が僕がねと切るの君らはおっさんかというそういうリアクションやめなさいって言ってるでしょ。超気になる。一問目からぶっ飛ばされて切るわけないじゃないですか。順応って聞いていきましょうか。一応聞いていきましょうかね。今熱中されていることが若いお姉さんでございる。これも私もその辺ちょっと。はい。だってね、この今熱中していることはって言ったらもうゴルフしかないんだもん。あ、何にもないもんね。仕事とゴルフ、これだけしかないの。はぁ、あ。それないの、こう。ないから、はい、もう、あ、聞いてる方は、あ、またゴルフって言うね。なんて思っちゃうもんだから、若いお姉ちゃんって言っとくと、なんだろうと思って、聞いたら、なんだ、言ってるだけかよ、みたいな、そういう感じで。騙された。いや、騙されたというか、希望的観測ですね、私のね。あ、若いお姉さんとね、付き合いがあったらいいなとか、加藤ちゃんみたいに40近いね、年齢差の恋愛、いいなとか思いながらね。ああ、いいなと思いますよ。でもね、あんな勇気もないしな。まあまあゴルフでいいかみたいな。願望ってことですね。願望ですね。なるほどね。今熱中したい願望は、願望はつったらね、四十の差のあるお姉ちゃんと。ここが大事ですからね。差のね。四十差のあるっていう。差のある。差のある若いお姉さんっていうことなんですね。わかりました。はい、それちょっとじゃあメモしておきます。あの、はい、メモしないで結構です。大したことじゃございません。静香さんは若いお姉さん、かっこ30ぐらいの差。40でしたっけ。40で40ぐらいの差がある。あ、差がある。メモってしてるんです。メモ。さあ、そして、はい、そんな若いお姉さんに興味津々な石塚さん。今日も、まとめ方、雑なまとめ方しましたけど。興味津々ですよ。この1年で何か変化された、はい、なんかたっぷりいろいろあったと。いうことで。そうですね。まあ、一年だって。ゴルフと若いお姉さんと。もう見ての通りね。はい、あんまり変わんないけど。まあ、1キロぐらいデブになったっていうぐらいですかね。本当ですか？いや、本当ですかって。まあ、1キロぐらい行ったり来たりするんじゃないですか。あ、そうですよね。なんとでもなりますよね。10キロだったらびっくりしますけどね、自分でもね。さあ、そして、はい、やっぱりこれですね。ゲーム以外の話題を喋ろうと。言うと、ゴルフ。ああ、なんですよね。だから、それしかないのか、お前はって言われそうですよ。いやいやいや、そんなことないですよ。だって、石塚さん、大事なこと忘れてますよ。先週の終わりに、はい、何か言いかけたことありましたよね。何でしたっけ？忘れちゃった。いやいや、年末にって、ああ、その話は来週しましょうって言ったこと。そこの話でした？いや、違うんですよ。イベントで何？俺がイベント取るなんてことはまずない。騙されたっていうか出ちゃったんですよ。でね、おっさんばっかりがね出てくる12人ぐらいのねイベントなんですよ。おっさんばっかりなんですよ。それで若いお姉さんが見に来たんですよ。700人ぐらいで。よく来るなと俺は思ったんですよ。それすごい私興味あるんですよ。興味ある。うっそ。マジ興味ありますよ。あれで言ったらね、すごいね、もう 98% 若い女の子で、ね。そうでしょ。いやいや、そうでしょ。僕が行ったところで何にもなるわけないだろうと思ったら、すごい黄色いお声をいただきましたですね。いやいやいや、そうでしょ。そう詳しく、ここもうやらないですか、それ。そのイベント、また夏にやる。なんか調子こいてね。夏にね。今年のね。ただ僕が出るかどうかっていうのは、僕はあんまり好きじゃないんで。そういうイベントは。だって若いお姉さんですよ、四十の差の。そうワイのワイの来ましたね。そう、ワイのワイの来てもですね、その人たちとなんか関係ないです。ちょっといっぺんにいっぱい、いっぺんにクリスチャン。まあ、でもね、まさかと思ったんだよ、僕。いやいや、だから、ね、セルゲイやってる時はまあかっこいいから、まあまあいいとしてですよ。大体悪いやつやってたりするとなかなか、なかなかあいつは嫌なやつだな、みたいな感じになるじゃないですか。そんなことない。
ないんですよ。いや、これもいつも2枚目とかなんかかっこいい役をやってれば、あ、なるほどな、みたいな感じでさ、おっさんになっても来るんだろうな、みたいなのがあるんだけど、なんかね、悪いのを言ってちゃっちゃうの。それ役をなんかこう通してその方を見ることも、まあまあもちろんあるけど、やっぱね、若い女性のね、こう、年上の男性好きって絶対多いんですよ。多いの？多いです。はぁ。綺麗にハマりましたよ、今。いやー、そうですか。だからね、もうびっくりしましたよ。そうなったんですよ。岸田とか似合うんでしょ。いや、ほんで、そこでまた、なんか、なんだろう、かっこいいというか、なんか、そう、ささやくようなコーナーがあるわけですよ。ささやくコーナー。そんなもん誰が言えるのと思うよな。石塚さんも言えるんですよ。俺に言えって言ってほしいんですよ。いや、それ罰ゲームで当たったわけですよ。やめてくれよ。でも俺にだけはこれやめてくれよって言うんだけど。キャーキャーだったでしょ。はい。ね。キャーキャーでした。もうそら会場湧くのがなんかわかる気がします。もうね、顔真っ赤になりましたね、僕は。なんかそういうのに出慣れて情けなそのエピソードがまた素敵ですね。好きなんだそんなのが妄想膨らみますが、さあそして、はい、私ちょっとこれも気になってるんですけど、勝山弁ってどういうやつなんですか。だからこれ誰書いたのかなと思って、ね、特技の欄に勝山弁なんて俺言ったこともないお育ちになられた感じで、いや18までここに住んでましたけどね、全然その勝山弁ってのその言葉はね、今喋れって言ってもダメです。スピーキングできないです。ヒアリングはできます。でもスピーキングはできません。なんでやねんみたいな感じの、こう、明確な大阪、やった大阪弁みたいな感じの、勝山弁ではない。いや、あるんです。だから何を喋ってるか分かんないです。持ちけないしたって分かんないです。持ちけないのって分かんないです。分かんない。分かんない。かわいそう。持ちけない。持ちけない。持ちけない。なんと持ちけない。わかるわけないでしょ。外国語ですよ。ほんまですね。で、さよならのアバ。アバ、すごい外国語。外国語。でもこう、なんかこう、さよならっていう、こう、語彙の引っ張り方じゃなくて、うん、アバ。なんかこう、非常に淡白なアバ。だから、本当に口数の少ない人種ですね。はい、それは5問目のテレ屋さんというところにもなんか通じる。いや、これは特に私はテレ、もう床屋に行くの嫌でね。かわいい。でも分かる気がする。ちょっとね、床屋ってほら20分30分は一緒にその人っていなきゃいけないわけじゃないですか。で、両手、まあ両足っていうわけでもないけど、こう縛られるっていうか、こう自由にできなくて、で、もうね、そこの男屋の人に身を預けなきゃいけないじゃないですか。で、向こうは何か話しかけてくるじゃないですか。でもな、子供だからなんか、ワンパク感の感じでこうなんか喋んなきゃいけないのかなっていう、なんかそういう義務感が自分の中にあるんですよね。で、僕はどっちかっていうとそんなワンパクでなんか可愛らしい子供じゃないんですよね。なんかこう、心のひねた、ちょっとこう、大人をこうなんか斜めで見てるようなところがあるんでね。どうもね、その合わせてなんか喋んなきゃいけないっていうのはね、もう照れちゃって照れちゃって。なんかダメなんですよね。すごいわかるわ。わかる。すごいわかるな。だからね、苦手なんですよ。人と、子供たちとワイワイ、子供らしい遊びをするとか、そのワイワイ、町内の子と遊ぶとかっていうのはね、ダメなんですよ。だからもう本当になんでこの役者なんかなったのかなって思うぐらい、人前で何かやるなんてとっても、嫌なんですよ。そのある時、ポンとこう、ポンとあるきっかけでやったときに、ああっていう快感みたいなのがあったんだけど、どうもテレアなんですよ。だからもう本当に変な話、さっきのイベントじゃないけど、割と素でその舞台に出るともうどうしていいかわかんないんですよね。だからなんかの役になりきって、セレゲロでなりきって、で舞台に立って皆さんとなんとかっていうんだったらすごく楽ちんなんですよ。わかります。それすごく。だから子供の頃どうでしたかって、もう子供の頃もそうでしたし、今もやっぱり、もう、テレですね。やっぱり、よほど、腹割った友達でないとなかなか、
こうなんていうか突っ込んだ話ができないっていうか、まあ、それっぽい上辺だけでっていう、電車の中でパッと会ってもなんかこうどうしようっていう困っちゃったなと思うんだけど、もうなんか僕の印象はようっていうところがあるらしくて、お社長ようみたいな感じが、社長ようみたいな声のイメージなんですかね、なんかな、なんかスタジオでもなんかこうってなんかこう構えて大きく構えてるらしくてですね、実はビクビクしながら生きてるんです私ビク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 しながら、いわゆる小動物って感じすげーそうです。持ちけない。そう、あ、うん、それ、その、ね、そのこと、持ちけない、はい、持ちけないって感じですね。なんだかとても可愛い、可愛そうな可愛い一面が、なんかすごい親近感湧きました。今のそう見れたところで。さあ、ね、じゃあたくさんメールが来てますので、はい、ぜひぜひ紹介していきたいですね。思いますが、お願いします。そうですね、じゃあね、メールが来てるってことは僕になんかそうです、いっぱい来てます、聞きたいことがたくさん私にたくさん来ているのですが、40違いの若いお姉さんがどうしても会いたいというなら、いや、じゃあ、あの、20代の方、来てますよ。来てますよ。20代。あ、でもこれ、この人男なんだ。多いんだよ、俺。そのイベントの時もね、何人か男が来てたんだけど、その人から僕、手紙もらったの。男もていいじゃないですか。いやいや、いただきました。ありがとうございます。ラジオネーム、ドンさんからいただきました。大好きな、石塚雲翔さんがゲストと聞き、初めてメールを投稿させていただきます。僕先日29歳になりました。29。そこでお聞きしたいことがあります、はい、20代のうちにやっといてよかったな、またはやっておけばよかったなと思うことありますか、よろしくお願いいたします。29の時って私は、あの、劇団にいて役者やっておりまして、無一文の生活をしておりまして、いつまで続くんだろう、このアルバイト生活と思いながらずっとやってたんですが、今となってみれば、あの苦労は無駄じゃなかったなというのが、近頃の実感でございましてね、本当に、あ、辛くても演劇やっててよかったなと、思う次第でございます。だから、29、これからどうなるだろうな、って不安に感じてるかもわかんないけど、苦労して努力してください。そうすると必ず報われるんじゃないかなと私は思います。ありがとうございます。頑張ります。ありがたいお言葉、ね、どうだ、いや本当にそうですよ、ですね、あとこれ私もちょっと気になるっていうのがあったんですけど、ラジオネームジーク親衛隊さんからいただきました。よし、奇跡でもその他のゲームでも渋いお年のお役柄が多い石塚さんに質問です。はい。渋くてハスキーな声は同じ男から見てもかなり魅力的なのですが、はい、何か普段から美声のトレーニングならぬ維持をするコツみたいなことされていますか。そうじゃなーなんじゃねないですないですよ。そのまあね、親からもらった声なんでね、まあこんなもんかなっていう、ね、もう一個あるとするとやっぱりそのさっきの演劇じゃないですけど、うん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 、それは毎月本番やってたんで、それかな、十何年演劇やってたからかなっていうのはありますね、大きな声で。でもあれですよ、親からもらったもんですよ、うん、はい、親に感謝です。はい、というところで、はい、でもう一つ行きたいと思います。はい、はいはい、ラジオネームハローなゆたんさんからいただきました。ありがとうございます。セルゲイ課長は隠れ熱血親父。隠れ熱血親父なんて言われたりしていますが、文章さんは隠れ何々なところありますか？隠れロリコン。違います。全然。隠れピーン。ってなんでますよ。隠れそうね、隠してないね。隠してないですね。だいたい見せちゃってるね。あんまなんかそうですね。でも今日隠れシャイだなって。あ、そうだ、思いましたよ。あー、隠れシャイね。ちょっと嬉しかった。いや、隠れてないですけどね。まあシャイですね、本当に。やっぱ役柄のイメージがかっこいいっていうのがあるから、そこに隠れちゃってる。なるほどね。本当の姿。はい。
そういうのがね、またね、キャーってなるんですよ。そうなんですよ。そういうのもまたキャーってなるから、その夏のイベントぜひやってください。本当ですよ。またそっちの方に行くの。ついつい持っていっちゃいますけど、はいはい、なんか大変名残惜しいんですけども、3週にわたって赤芸老役の石塚文章さんを取り調べました。すごい取り調べがありました、ね、いろんな話聞いた。ほんと1年前よりもまたさらに、さらに聞けて、さらに老けました。いや全然そんなことないです、そんな石塚さんをね、はい、愛してやまないリスナー、石塚さんとかセルゲイロ課長、ね、ゲームを愛してやまないリスナーに向けて何かこう最後の一言いただけたらと。はい、まあゲームやりませんがって、前も言いましたが、ぜひゲームも楽しんで、そして、なんていうの、若い4人の人を応援するという面もあるけど、セルゲイの目線から見たこのお話というのもなかなか面白いので、そういう目で見ていただければ嬉しいかなという具合に思います。以上でございます、はい、ありがとうございました。ありがとうございます、ね、今若い人も何年も楽しんでいくうちにまたそうそう、ね、社長の視点で分かることも出てくるということで、長く遊んでいただければ、そうですね、本当に、はい、思います。ありがとうございました。ありがとうございました。大変なご両親ですが、本当にありがとうございました。ありがとうございました。以上、コティオの取り調べ室でした。ティオのつぶやき。ティオにつぶやいてもらいたいことを募集します。あのセリフを言ってもらいたいでもいいし、ティオがこんなことを言ってくれたら俺私頑張れるというセリフでも OK。 毎回ティオがラジオの前のあなたにつぶやきます。はい、そして支援課の二人にもつぶやいてもらいつつ、ゲストの方のつぶやきも紹介していきたいと思います、はい、それではまずティオのつぶやき聞いてください。弟系草食男子を装った食いまくりのリア充野郎、長くて呼びづらいのでこれからは弟野郎にしましょう。あ、弟野郎、今から支援要請ですか？だいぶ雑な。ものすごい悪口めいてきましたということで、コテさん、はい、よろしくお願いします。コテラのコテ書き。コテさんに書いてもらいたいことを募集します。あのシーンを書いてもらいたいでもいいし、コテさんが案内書いてくれたら俺私頑張れるという絵でも OK。 毎回コテさんがラジオの前のあなたにコテがきます。どういうことでしょうか？このコーナーのパロディってことですね、これはね。ではさ、今週はガチ君。はい。市内で若い男性が突然爆発する事件が起きたようです。今から取材してきますね。どういどうぞ。セルゲさんに先週バカ行ってこいって言われたからね。ちょっくら行ってこいって言われたから。まあ素直でいいよね。それでは最後にセルゲイローさんのつぶやきです。おっと、もう昼時か。コッペ、サイド、飯の時間だ。かわいい。あ、そうか、証拠が上がってるのにあくまでもしらを切るんだな。故郷のおふくろさんも泣いてるぞ。腹も減ってきただろう。カツ丼でも食うか。何でも特務司令課の女子がさっき作ってきてくれたそうだ。取り調べ、取り調べっぽい、取り調べっぽい、取り調べっぽいね。ちょっと取り調べっぽいけど、出しちゃいけないもの出してる。危険な食べ物だし。ソーニャ大好きか。キーヤみたいに自分の気持ちを素直に伝えたら、もしかしたらな。びっくりした。まさかの復縁フラグだと思いきや。元あ、ねえ、元ね、そうですね。エンジョイミッシー、一度行ってみたかっただけだ。
一度行ってみたかっただけなんですよ。はい、そんなセルゲイさんのいろんな、はい、あの危険な一面もたくさん見れた今回のつぶやきでしたけれども、またね、はい、どんな際どい発言が飛び出すか楽しみにしております、以上ギアのつぶやきでした。耳寄りな情報をこちらからガーデンションでお届けします。みんな今週もテンション上がったかー。はい、ということでニュース80回です。ジャパンゲームミュージックフェスティバル2013にファルコム JDK バンド出演決定しました。ありがとうございます。ありがとう。はい、こちらですね、世界的に注目されている日本のゲームミュージックへの注目がますます高まっておりますね。そこでジャンルを問わずゲームミュージックを演奏するバンドを所有するゲームメーカー、音楽制作会社が集まり、ゲームファンと共に音楽を通じての交流を行い、音楽から日本を元気に、活気をもたらし生で聴く音楽の良さを味わってもらうためのフェス、ジャパンゲームミュージックフェスティバル2013、こちらにファルコム JDK バンドの出演が決定したというニュースなんです。ファルコム代表、こちらですね、お日にちが6月29日の土曜日、30日の日曜日に ZEP 東京、ZEP 東京で開催されるんですね。そして2日間で出演するアーティスト、まあ、我々ファルコム JDK バンドですね、はい、その他に、H、こちらセガサウンドユニットということでね、セガさんの、そしてリブストローベーシスケープバンドさん、そしてザ・ミュージカラーズさん、テカルさん、ズンタタさん、ね、もうゲームを愛する皆さんにとっておおそのバンド出てくれますかという、待ちに待ったというフェスなんじゃないでしょうか。まだまだちょっとあのいろいろ発表されていない詳細などもねありますので、今後の発表をお楽しみに待っていてください。こちらのイベントのチケットは現在公式ホームページあるんですよね、そちらでの優先販売がスタートしています。5月からは E プラスの先行販売も始まりますので、詳細は公式ホームページでご確認くださいということです。チケットは、1日と2日投資と両方買えるんですけれども、ワンデーの場合は6300円税込み、ツーデイズ投資で行くよという方は1万500円税込みということで、ね、どんな感じになるのかお楽しみにお待ちください。来週も日本ファルコムの耳寄りな情報をお届けします。以上コテカナニュースでした。ということでファルコムラジオ第80回お別れのお時間となりました。はい、というところで、まあ、最後に今月の MVL に加わるもう一通を読んでみようと思います。はい、ラジオネームひでまささんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんにちは。こんにちは。近藤社長が出演された電人ゲーチャー見ました。そのなんだ、ちゃん社長も。前半では奇跡シリーズを紹介し、後半では懐かしの PC エンジン版のイーソー、高橋名人と紹介するという、すげえ。37歳には止まらない内容でした。すげえな、こんちゃん社長、いろんなところで。子供の頃に遊んだゲームをネットを通じていろいろな方と語り合えるなんていい時代になりましたね。この番組でも大活躍だった近藤社長、ゲストに来るといいなと思ったんですが、いかがでしょうかということで。ほんと来てほしいよね。そうですよね。ね、これ、年人ゲッチャさんには行くのにうちに来ないな、どうしてか。自社番組なはずなんですが。本当ですよ。え、何あの、水橋名人よりも高橋名人の方がいい。まあ、私も高橋名人の方がいいですけど。いや、片手とこすっげーみたい、水橋名人と。来てくださいよ。ねえ、始まりはだって、こんちゃん社長に、あれでしょ、直談判電話で。ねえ。水橋名人が。ねえ。あれしたことかでしょ。そうですよね。一回ぐらいね。うん、でもなんかこれ面白そう。そんな面白そうな番組やってたんだ、ね。知らなかったよ。ちょっと嫉妬。あ若干嫉妬みたいな。来てよ。そしてこんなお願い来てます。ラジオネームシンクの炎さんからいただきました。ありがとうございます。僕はファルコムの音楽が大好きで通勤時なのによく聞いてるのですが、先日ふとファルコム作品にはキャラソンってないなぁと思いました。魅力的なキャラクターがたくさんいるのでキャラソンとかあれば絶対売れると思うのですが、個人的にはクローゼのキャラソンとか聞いてみたいですね。あ、もちろんディオも聞きたいです。よろしければご検討のほどよろしくお願いします。これほんとそうなんだよ。ほんと
と出してほしい。そう、ね。で、ファルコム JDK バンドと合同ライブやりたい。うん、ね。ほんと出してほしい。面白いと思うね。もうね、ほんと。ヨシュアの美声を。ああそうね。ロックな感じで。そうね。聞きたいね。あと、アドルさんのすっごい言い訳が欲しい。歌ね。うん。一人に決められないぜっていう内容を。いいね、いいね。かっこよく言えば、それで気が済むんだろうかな、お前はっていう。そういう。いいんじゃない、いいんじゃない。なんかこう、内容のやつとか、ぜひ。ぜひ。ぜひ聞きたい。いいじゃんね、そういうなんか。ね。ぜひぜひ。面白いなぁ。ちょっとなんか悩む私さ。さあ、というところで、今月、最も面白かったお便りをそろそろ決めたいと思います。私たち4人がそれぞれ、これが良かったんじゃないか、というお便り、ノミネートしました。はい。しました。はい。じゃあ、早速、一人一人発表していきたいと思います。それでは、私、今日は私から、お!はい、行きたいと思います。お願いします。ですね、こちら、ラジオネーム、民間調査会社、R&A リサーチさん、書いていただきました。はい。つぶやきですね。弟系装飾男子を装った食いまくりのリア充野郎。長くて呼びづらいので、これからは弟野郎にしましょう。わぁ、面白かった、それ確かに。弟野郎、今から支援要請ですか?あ、弟野郎長くて気になってたんですよ、ずっと。なるほどね。結構大変だったんで、弟野郎っていうのをこれから流行らせたいという、私の声も含めて。なるほどね。こちらに、私、一票入れたいと思います。はいはい、じゃあ僕行きます。ガチ友が選びましたのは、はい、ラジオネームルナさんのゼロのドラマ CD、はい、届きました。お、青も出してください。ゼロの番外編も聞きたいですっていう人が、うん、僕も聞きたいと思って、ね、ありがとうございます、ね、じゃあ次しおりん。はい、うん、私は、はい、さっき読まれていました近藤社長こっちに来てー書いてくれました。秀政さんに滑り込みさっきのやつか、はい、そうか、それ言ったか。じゃあでは小手さん、どうしようかな。小手さん、はい、うん、今月もこれにさせてください。私の DVD と CD 買ってくれたよというニャージ51ザーブさんがこれかな。はい、はい、ありがとう。すべて出揃ったところで、はい、ね、最終的にどれが選ばれるかは、この収録に関わっている人全員による多数決で決めたいと思います。はい。はい。今日は900人ぐらいいるんで大変ですね。大変ですね。9人で。関わってるな、みんな。9人で。じゃあ、ね。じゃあまず、水さん、うん。水さんが読んだ、これから弟やろうというのを流行らせよう。で、つぶやきが面白かったという人。はい。はい、じゃあ、はい、ガチ友が選びましたラジオネームルナさんの奇跡シリーズ CD 化どんどんお願いしますというお便りです。お手上げ。2名お、なかなか。そして、あー、そして浜本が選んだ滑り込み、ここ滑り込み、近藤社長がゲストに来るといいなー、がいい人。いや、来るといいよね。お手上げ。1,2,3,4 あ、滑り込み4です。4人で、コテさん、コテラの DVD への感想送ってくれたナエンニャジ51ザブさん、はい、お手上げ。1人かな、はい、ということで、はい、集計が出ました。はい、今回の MVL は近藤社長がこっちにもゲストに来るといいなと送ってくれました秀政さんにお送りしたいと思います。イエーイ、おめでとう。イエーイ、おめでとう。滑り込み、こんなこともあるんですね。あります、あります。見事第4回お便り大賞に選ばれたラジオネーム秀政さんには、私たちのお手製ファルコムいろはカルタを1枚送ります。はい、楽しみに待っててください。はい、さあ、ということで、はい、MVL もね、無事今回も決まりまして、はい、5月も第5回お便り大賞やっちゃいますのでね、私たちが大盛り上がりしそうな、ね、メールでしたりとかね、いろいろお待ちしております。1ヶ月かけてお便り大賞を決めていきます。あなたからの熱い投稿を待っております。ファルコムラジオでのメール、続々とリリースされるファルコム作品の熱い思いやプレイした感想、さらに私たちの質問やティオのつぶやき、たくさんコーナーありますので、ぜひ
送ってきてください。はい。そして特務支援神習いのコーナーではあなたからの支援要請を募集中です。あなたのアイディアでガチ塩コンビを修行させてください。はい。このコーナーをやることで2人ともかなりマルチな才能を身につけています。本当にあのっていうかですね、うん、この収録前に、うん、なんかこうお便りだけじゃなくてなんかネタないのって言ってスタッフさんが話してるのに24時間走るみたいなよくわかんないそうね、なんか大人すぐすぐマッチョの方向に走りたがるんで止めさせてください。そうね、かわいそうだからさ、かわいそうだから楽させてやってください。ぜひぜひ、ね、甘やかして自分で作ったお菓子を自分で食べるとか。あーそれいい、甘やかし、超甘やかし、超甘やかしですよ。いい、ね、自分の似顔絵描くとか、うん、あいいね、甘やかしな それいいねあれ甘やかした方向性でそう ね, ね、ぜひ甘やかして育てるみたいな、そういう支援要請がいいなさあそして次回のファルコムラジオは5月のね、次本当は順当に行くと3日なんですよね。それがちょっと1回お休みしまして5月の10日に配信予定でございます、はい、なんでゴールデンウィークだからってこと。そうなの、大人が休みたいってこと。あピポピポだっておいおいおい、なんだろうなるほどな、まあ、他の人も大変ですからね。そうね、これがには休みさせないと本当だね、頭のトークに戻ったね、ゴールデンウィークワクワクしちゃってこの野郎、ね、まあまあ皆様じゃあちょっとラジオお耳をお休みして、はい、楽しいゴールデンウィークをね過ごして5月10日元気にねまたお会いしましょうということなのかな、はい。そして、ゲストコーナーはなしで新企画をお届けしますだって、うん、マジか、これはあれだよね、なんかゲストが決まってないとかじゃなくて、うん、4回ワンセットになったんですよね。なるほどね。3回まではゲストが同じゲストさんが来る、うんうんうん、で残りの1回でなんか特別なことするみたいな、4回ワンセットになったので、次回は4回ワンセットの4回目なので、なね、ゲストさんはいませんよ、はいはいはい、なるほどね。あそうだそうだそうだ、金ないとかじゃないよっていう、オファーを忘れましたとかそういうことではありません。そうそうそう、はい、だからどういうコーナーが新企画で始まるのかお楽しみに待っててください。はい。そしてその次5月17日の放送からのゲストは、はい、これもね楽しみですね、ゼロの奇跡エボリューションでサオリー役を演じていらっしゃいます、はい、平川大輔さんのご登場、ね、もう今のうちからメールが、はい、送ってください。すんごい来るんだろうな多分ね、はい、ぜひぜひ送ってください。はい、よろしくお願いします。お願いします。全てのコーナーが宛先はめんどくさいアットマークファルコム -radio.com、 めんどくさいアットマークファルコム -radio.com までお願いいたします。はい。そしてツイッターもやっております、アカウントはファルコムレディオです。ぜひフォローしてメッセージやつぶやきを送ってきてください。番組の公式サイトにもコーナーの説明やアドレス載ってます、確認してください。そしてうん、コッテさんがここでのトーク以上に熱を込めていると噂のマジですか。どういうこと、裏切ったな裏切ったなコテさんの小手書きこちらもぜひチェックしてください。はい。なんかもうどんどんねここのね説明をね、うん、毎週言われるごとに自分の首がなんか締まって苦しい、まあ、で、うん、なんかギュギュッとされてる感じがしますよねはい、ぜひ楽しみに見てください。そちらもはい、よろしくお願いします。はい、それではまた来週お会いしましょう。お相手は水橋かおりと小寺かな子でした。またね。この番組はキャラアニの提供でお送りしました。石塚文章でした。またね。